回転カットビングチャレンジ失敗。はい、どうも皆さんおはようございます、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王 OCG のプリズマティックアートコレクションという、まあ、商品が発売になっておりまして、これどういうボックスかっていうと、まあ、デュエルリンクスでいうところのなんかセレクションボックスみたいな感じですね。今までのなんかその強かった高かったカードがなんか収録されてるみたいなお祭りボックスみたいな感じです。でですね、私予約とかもうないんですよ。長野県長野県のクソどいらかに住んでますんで、予約取り扱ってるカードショップとか近くにないんですよ。なんでイオンに、回転カットビングチャレンジをしまして、でなんか結構並んでる人いたんですけど、並んでる奴らを押し抜けて、まあ、かけっこみたいになってね、回転突かけっこみたいになって徒競走したんですよ。で回転突で20人か30人ぐらい多分並んでたんですけども、一応3番目でまずイオンでワンボックスゲットと、イオンでワンボックスゲットしました。で、これなんですよ、問題は。これ何これって思うじゃないですか。これ何これって思いますよね。これ一応、ここに9パックあるんですけれども、これイオン行った後に、まあ、他にカード売ってるところって、ほんとトイザラスくらいしかないんですよ。うちの近くだと。だからトイザラス行ったんですよ。そしたら、なんかトイザラスは、1人3パックまでって言われて、3パックです。ボックスではありません。3パックです。だから、1人、お一人様これだけ。お一人様これしか買えないんですよ。なので、娘とね、嫁を召喚して、9パック買い足して、魂の1ボックスと9パック開封していこうと思います。魂すぎるだろ。この9パック魂すぎるだろ。あまりにも。1ボックスはまあ、プリズマティック確定してるんですよ。これ1ボックス買えば、プリズマティックシークレトリアっていうなんかすげえ、ビカビカ光ってるね。リンクスでいうとこのプレミアム加工みたいなのがあるんですけども。これね、入ってるかわかりません。9パックなんで。これ、1ボックスにつき、何ボ、30パックだっけ？違う、15パック ?15 パック入ってるんですよ。なんで、9パックなんで、ほぼ1ボックス弱みたいな感じですね。この中にプリズマティックが入ってると嬉しい。と思って、開封していきましょう。早速、これ魂すぎるんで後にして、こっちの1ボックスから、さあ開封していきましょう。個人的に狙っているカードを先にお話ししておきます。私はブラックマジシャン、サイバードラゴン、ヒーロー、レッドアイズあたりを好んで使っていますんで、基本的にブラックマジシャン系か、レッドアイズ系かヒーロー系が出てほしいですね。サイバーは別にもういらないんですよ。トゥエンティスとかあるんで。なんですけど、ブラックマジシャンナビゲートとか、ナビゲートのプリズマティックとか、あと、あれよ。レッドアイズのプリズマティックとか出てくれたらめっちゃ嬉しいですね。ただですね、さっき言ったように、これ50種類あるんですよ。だから、狙ったプリズマティックなんて出ません。基本的には。やっていきましょう。花水木はもうね、いらないですね。もう今更。あまりにも今更感。これノーパラですね。ノーパラの、ビングマシン5号とか、もう別に大したコメントはない。で、バレルソードドラゴン、ウルトラアリア、うん、これも特にコメントねえな。これ20室、あるから、それ持ってるし、そもそも。こんな今更ウルトラとかいらないんだよ。で、ウィドウアンカーのシックは、まあこれ戦闘機使ってる人っているのか知らねえけど。あげるわ。で、ホープ、ノーパラもマジで言うことはない。もう今やデュエルリンクスでさえも使われてないっていうね。話ありますからね。デュエルストアドベント。俺これのさ、プリズマティックとか出たら泣くわ。泣くはもう本当に悲しくてだよ。で、ファイアーウォールドラゴンね、これ主人公カード、禁止だけど、エラッタして帰ってきたっていう。だからイラストちょっとかっけえな。エッチ外なんですよね。多分これね。もうね、雪うさぎとかものいらないんだよな、もう。今更。もうね、これ特に、手札ユーマスとかも見飽きてるんですよ。親の顔より見てるんで、そんないらないです。てか、君さ、君またいるの？リンクスにおいてはね、このカードめっちゃ強いし、めっちゃ高いんですけど、5000円から1万円くらいするんじゃない？ 1 万円。多分、実質ね。もうね、いらないんだよね、特に。で、レッドアイズフュージョンも今更感ありますね。これの、もうなんか、ドラグーンいなくなったからさ、あんまり意味ないんだよな。さあ、おっと。これ、もう来たんじゃない？これ。もう来てるんだよね。わかる？バス。これ。もう来てるんですよ、これ。なんかね、めっちゃビカビカ光ってんですよ。これわかりますか？ビカビカ光ってんですよ。これ何色だ？青いな。青いか、青か。青、青って、でも何がいたっけ？バレルソードとか、なんかね、ファイアウォールとか、あと IP マスカレーナとか、いましたよね。IP マスカレーナだったら結構なんか、エチ外のプリズマティックの IP マスカレーナは、多分相当やばいから、これマスカレーナだったら俺勝ち組ですよ。いきますよ !3、2、1、はい！ファイアウォール、あ、いや、
でもね、悪くはない、悪くないだろう。いや結構かっこいいな、まあ、一応主人公カードなんでね、禁止になりましたけど一時期えらったして戻ってきたんですよ。だからまあブラックマジシャンが禁止になってなんかえらったして戻ってくるみたいなもんなんで、これはどうなんだろう、価値的にはちょっとわかんないけど、まあ俺はあんまり使わないんだけど、結構価値はありそうだな。ファイアウォールどうなんだろう、かっこいいねプリズマティックは。ほらすごいビカ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 光ってんのよ、かっこいいですね。でもね、かなりよし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 、まあ悪くないんじゃないかファイアウォールは。さあブラックマジシャンのあの石板版ね、ウィドウアンカー、お、アポロウーサー、アポロウーサーもな、あ、ちょっと下見てこれ、これ出た、これちょっとアポロウーサーもどうでもいいわ、これ召喚師アレイスターのエッジ外版シークレットですまあ俺 OCG でもリンクスでも召喚獣デッキ組んでないんで別に欲しくはなったけど、いざ出てみると嬉しいね。これリンクス版でもこのイラストエッジ外なんかどっかで行きそうじゃない。まあでも今のアレイスターよりかっこいいかもね。リンクスに来てはいけなかったカード第1位ですから、このモンスターは。でストレッチマン、スターダスト、テラフォーミング、テラフォーミング、あ、アポロウサの宿いいね。アポロウサの宿とかも結構、まあ、使いやすいので、まあ、OCG でも現役のカードのね、シークレット嬉しいです。調律。でもね、俺個人的にほら、おじいちゃんデュエルストやから、なんか、エマージェンシーコールのプリズマティックとかシークレットとかが欲しいですね。どっちかっていうと。あ、ブルーディ、あ、でもブルーディのはシークレットとかが欲しかったかな。どっちかっていうと。お、憑依装着ライナー。これは結構高いんじゃねえか？召喚魔術、スターライトロード、親より見たクソ女、シグレちゃんもまあ別に入れませんね。もうシグレのさ、シークレットとかウレラのシークレットとかあんまり価値なさそうですよね。あんまりもう流通量が激しすぎちゃってあんまり対処なさそうで、いい、エマージェンシーコール、デコードトーカー、エアーマン、エアーマンも1があるらしいんですよ、これ今回ね。で、おっと来た、かっこいい、お、見てみんな、かっこいい、かっこいい、かっこいい、シークレットよ、来た、かっこいいわ。これがね、プリズマティックだったらやばかったんだよ、多分。プリズマティックのレッドアイズだったら超やばかったけど、まあ、シークレットもかっこいいよ、見て。ほら。こんな感じです。レッドアイズのシークレット、一概。まあ、ちょっとポージングはね、なんか若干寿司三昧みたいな感じになってるけど、割とかっこいいとは思うわ。いいですね。まあ、どうせやったら3枚欲しいですね。シークレット、レッドアイズ、一概。プリズマティックを買う余裕はちょっとないわ。さすがに。羽繰り棒もね、なんかね、ウィンク版の、エッジ外の羽クリボーはあるらしいから。クリボーもそう。クリボーもなんか海外版のイラストあるらしいから。で、カガリ。カガリはこれ、はじめさんにあげましょう。で、デュエルスタードベント、危ねえ。これのプリズマティック出なくてよかったー。危ねえ。シークレットいらねえ。デコードトーカー。サイバーエンド、いらな。サイバーエンド何回収録すんの？サイバーエンドって、20s かなんか、そしてありましたよね。で、今回多分ね、エッチ外のサイバーエンドかなんかが多分あると思うんですよ。黒い絵柄の。まあ、あっちはまあ欲しいですけどね。個人的には。で、召喚師アレイスターのウルトラ。おと、バレルソードのエッチ外のシークレット。え、これ結構嬉しくない？これ結構嬉しい。でも、なんとも言えねえポーズしてんの、お前。お前、なんとも言えないなんか、スケボーかなんか乗ってる？これ。スケボー乗ってるよね、これね。これは、エッチ外なんで、完全に新規なんで、まあ、嬉しいは嬉しいですけど、オットワイズ、ブラックマジシャン、ブラックマジシャンのエッジ外も、プリズマティックあると思うんでね、多分。まあ、当たったらね、シャイニングの兄貴にあげようと思ってたんですけども、当たんねえわ、多分。ね、サイバネットマイニング。まあ、これも強いカードですね。あ、あ、来たー、見てみんな、かっこいい、これ一番嬉しいわ、これ一番嬉しい、これ今のこのボックスなんで一番嬉しい、これデステリーヒーローブルーディのエッジガイシークレット、これかっこよくない、これこれかっこいいわ、これちょ見てくれよ、かっこよ、俺新規イラストの方が好きやな、なんかちょっと動きがありますね、新規イラストの方がね、かっこいい、かっこいい、これはある、これは嬉しい、プリズマティックのファイアウォールより全然嬉しいです、こっちの方が。あとね、エアーマン欲しいですね。エアーマンの一概のシークレットが欲しいですね。スターライトロード、ビンゴマシン55、あ、IP マスクライナーのウルトラ。ただの、草、これは草、一概のエレメンタルヒーローネオスの、シークレット出ました。
ありがとうございます。いや、僕リンクスではですね、結構ヒーロー好きとして知られてるんですけども、 OCG の方でもネオスにはだいぶ好かれているらしいですね。私はい、別にいりませんけどね別にいらんけど、まあ嬉しいっちゃ嬉しいよ。クリボー、キンテレ、あ、キンテレのプリズマティックとかもあるんだね。デコロトーカーの、シークレット、これはエッジガイですね。エッジガイシークレット俺結構出んな。インフィニティですね。インフィニティはもうトゥエンティーズがあるんですよ。で、トゥエンティーズの方がかっこいいし、インフィニティは別にいらないんですよ。トレードインのスーパー、まあまあ悪くないね。で、レビオニアのいらな、別にいらねえし。レビオニアのシークレットとかも、なんかもう見飽きた感あるよね。どっちかっていうと。前回のレアコレかなんかにも確か入ってたし、俺、そもそもなんですけども、レビオニア20素引きしてるんですよ。サンドラのパックあったじゃないですか。あれのパック、ボックスか。あれで、なんかポルンガと一緒に向いた時に、これの20出してるんですよ、俺。だから、別にいらないんですよ。エクシーズチェンジタクティクス。レビオニアどんだけ出る？リンクスミン泣いて喜ぶぞ、これ。で、ブラックマジシャンガール来た。スーパー。かわいい。で、シグレちゃんの、お、エチガイのシークレット出ました。さあ、1ボックス目の結果はこちらになりました。いや、悪くないんじゃないかな。個人的には、まあ、プリズマティック出なかったけど、欲しかったレッドアイズが出たし、ブルーディーも出たんで、なんかね、悪くはない。今のところ。ただね、問題は、これなんですよね。この、魂のトイザラス9パックね。このトイザラス、で、カットビングチャレンジして、嫁と子供にね、協力してもらって買ったこの9パック。これがね、結構勝負なんですよ。マジで魂。9パックってやべえよな。確定しないんでね、プリズマティックが。これ入ってたら結構引き強いけどな。マジで入っててほしい。よし、魂していくぞ。この9パックに俺は魂をかけてるんだ。行くぜ。ちょっとカンニングしていい？プリズマティックあるか。横見ればわかるんだよ、これ。横見れば、プリズマティックあるか分かるんだ。あ、ある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 、一枚ある。これ光ってるもん、一枚だけ。めっちゃ光ってる。あるぞ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 。ちょ、行こう。うるせえな。ごめん、俺うるさかったら。土曜日のこんな朝っぱらからなんか叫び続けてる30代おじさん結構やばいだろ。いきます。クリボーエマージェンシーコール。さあ、枠はアポログさん。もう別に5枚とてもいいわ。来た。あー、いいね。レッドアイズ、これ2枚目だ。嬉しい。すごく嬉しい。レッドアイズが2枚出たのめっちゃ嬉しい、シークレットで。これは嬉しい。まぁ、あ、20シークレットで揃いたいんで、まぁ、あ、入れるかって言われると微妙です。ただ、こしか。で、オットアイズ、ペンデュラムドラゴン、デュエリスト、アドベント、からの、サイバネットマイニングからの、ライナー。あー、でもこれなんか HI っぽいな。これは HI っぽいぞ。これ高えんじゃねえか。大体ね、遊戯王 OCG あるあるで、可愛い女の子のカード大体高いんですよ。なんで、これはちょっと高いかもしんない。もしかしたら。召喚魔術。マジシャンズナビゲート。座敷、あー、こ、次、あ、こ、効果モンスターだな。効果モンスターだね。効果モンスターだね。効果モンスターだ。効果モンスター、いや、何がいいんだろう。まあでも、ブルーディーとかエアーマンは嬉しいよ、普通に。その辺がいいな。あと何があったっけな、効果モンスター。サイバードラゴンとかも嬉しいですね。ちょっと、いきます ?3、2、1、はい、ダー！あんまり嬉しくねえ。俺ほとんど手札誘発使わないんで、デッキの中。いやー、でもどうなんだろうな。冬桜のエッジ外のプリズマティック。悪くなさそうだけどね。なんかさっきの、アイスなんつったっけ、ファイアウォールよりは、なんか価値はありそうな気がするな。どうなんだろうね、冬桜。まあでも、多分ね、当たりか外れかで言ったら多分当たりだとは思う。ただ個人的にはあんまり使わない。あんまりね。で、まあ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 、いいでしょう。サイバーエンド。いやでも、当ててよかったよね。俺よく当てたと思わない？ 9 パックで。9パック買ってプリズマティック出ないパターンもありますからね、全然。IP マスカレーナーで、シグレちゃんね。もうシグレちゃんはもういいや。どうでもいいわ。スターライトロード、ウィドウアンカーで、エアーマンスーパーで、カガリ、シークレット。もう出てくれるんだったら、エチガイのシークレットが欲しかったですけどね。ファンタズメイ、レコードトーカー、ファイヤーウォールドラゴン、テラフォーミング。あ、でもテラフォーミングのシークレットはちょっと嬉しいかも。
個人的にはね。でも俺ほとんど入れてるデッキないかもしんないなあ。ブラックマジャンであの魔法族の里入ってるんで、まあそれにはあの入りそうですね、テラフォーミングね。確かにでも今のデッキ入れてなかった気がするけどな。冬桜、スターダスト、あ、スターダストのプリズマティックとかもかっこいいかもね。これもかっこいいかも、あったら。ウルトラのレッドアイズ、別これはマジでどうでもいいね。で、うららちゃんのシークレット、まあまあこれも親の顔より見た光景で、ブラックマジシャン、冬桜、雪うさぎ、雪うさぎ、でもこういうのも意外どうなんだろう、イラスト違いのシークレット、まあプリズマじゃないけど、これはそれはそれで結構ありなのかもしれないね。まあ、ちょっと価値がねまだ分かんないからあれだけど。でサイバードラゴンインフィニティ、そろそろリンクスに来そうで、ファンタズメイ、テラフォーミングタガリと。なるほど、ドン。こちら、上が、こっちが1ボックス目で、こっちが、9パックです。1ボックスと9パックの結果、こちらでございました。まあ悪くないと思ってる。個人的には。皆さんはどう考えでしょうか？皆さんの意見も聞きたいね。これが、当たりか、外れか、ちょっとね、皆さん、まあでも自分が欲しいカードによるか、ちょっとどう思ったか、ぜひ、コメントで教えてほしい。一番嬉しかったのはやっぱブルーディーかな。これが一番嬉しかったね。で、もちろん、レッドアイズが2枚出たってのも嬉しかったし、まぁ、ちょっとプリズマティック枠は、僕2枚とも使わないカードなんで、ちょっと捌きたいなと思ってるんですけれども、まぁ、他の部分は結構まぁ、そこそこ嬉しかったのかなと思っています。いや、よかった。デュエリストアドベントの、プリズマティック出なくて、ほっとしたわ。というわけで、開封動画は以上になります。いや、もうね、朝のかけっこ疲れたわ。朝のかけっこ疲れた。俺あんなに大人2、30人が必死になんかエスカレーターを駆け上ってるあのシーン俺見たことないから、要は回転する時の、まあ、争奪戦ですよね。もうすごい勢いでさ、大人30人ぐらいがさ、エスカレーターめっちゃ走ってんのよ。なんか脳内でだって天国と地獄あれ流れたもん。あれ流れたもん、あれ。いやー、ちょっと疲れた。正直疲れました。寝ます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。